ね、まあ完売とは言わないけんとも、ある程度はこれ売れたわけですよ。だから俺は電力さんに言ってるのは、ね、ああやって残ったから全部処分したから、そのままそっくり保証してくださいとは言わないんだ。せめてね、5割6割保証してほしいのよ。訴えたいのは、今回ね、福島市さ一人始まった払ったでしょ、電力で払ってくっちゃうね。そしたらね、一律始まんなくて、農家の人見てさ、ね、その人たちにあと5万度な何万度、俺は一律払ってくっちゃ俺はいいと思ってんだ。俺は思うのにはね、それがさ、一律8万払ったから本音チャラだって言うんで、俺はなんか納得いかないんだよね。保証はしてくれないんです。だから保証しにくさだ、保証しなきゃ常でいいから、せめてね、一律なんぼとか、こうやってみんなこれ処分したんだから、だから俺はああやってあれごめんさ出すんだけど、何月何日なんぼでもって俺全部つけてっからね。んで、あれ電力では国っていうような話でいいんけど、国では国で、俺は検察の何回も言ってけんと、俺はちゃんとそういうのは残すから。だって今回あれでしょ、福島のなんだい、タゲノコダメだったでしょ、ワラビダメ、フキノトダメ、だから取って行くかなと思ったらダメでしょ。それみんな俺畑さ処分したの写真戻ってあるんだよ。だそういうのも保証してくるんだよね。だそうだ、バカなしって絶対ないはずなんだ。んだら、あれは安全だから食べられれば大丈夫ですって言ったって、だってほんなら電力さんだって積極的に電力さんで買ってくれっかいって俺は言いたいんだよ。だってみんな農家の人言ってるやつってみんなほだよ。安全でこうやってやって産んでるのに、こうやってぶん投げれるなんだから、じゃあ電力で買ってくんだってみんなあれ言ってんだよ。ほんと俺もそう思うんだよ。こうやって100円で、これ100円で。